メンドラメに対してちょっと待ちが出ようとしましたが、スクリーンでマカドゥ、メンドラメパスショットを決めてきた。3クォーターから 2-2-1 で入っていきました、はい、スリーのゾーンディフェンスですよね、はい、メンドラメ、おお着地決めた。ナイスイン。で、岸永がベンドラメについていきます。そこに入ってスクリーンはマカドゥ、ベンドラメ止まってマカドゥ、マカドゥ浮かせてきた。ベンドラメ、あナイスディフェンスですよ。これディフェンスでしたが、ベンドラメかいくぐった。しっかりコースは止めたんですけどね、はい、ベンドラメまた腕がピタッとついていきます。石野、わーナイスプレーですよ。はい、はい、少し弱いのでカップはしっかり意識しているなという印象はあるんですけども、はい、富山に関してはやはりあのスミス選手ね、はい、よく決まります。はい、出だしからゾーンディフェンスで対応してきます、はい、メンドラメ、ケビン・ジョーンズ、マッツーマンですね。マッツーマンでした。はい、ここはしっかり対応していきます、はい、間ついていきたいですね。渋谷、今度はベンドラメも開きました。ナイスシュート。小島フェイク、スリー連続では来ないが、ここにベンドラメが来る。このリバウンド、マカドゥ、ブローカー、あのベンドラメですね。はい、テストに対してベンドラメが狙いました。カットになりましたが、スティール、マカドゥ叩いて、まだいた、マカドゥ、マカドゥ繋がった、ベンドラメ、スリー、さあ水戸は逆のコーナー行って前でスリー入ってきた。小野ですが、よく狙った。ここそこ持ってきたでしょ。渋谷、ベンドラメ、マカドゥ、ジョーンズ繋がった。最終分です。3、このリバウンド小野がはたいて、こちらが水戸、あーベンドラメスティール。ここまたいいディフェンス、もったいないですね。西野、もう一つつなぐフェイク、ガードソンがナイフ、サイダジョーンズ、ミドルレンジ、ここで決めてきました。でやっぱ欲しい時に決めてくれますよね。ここはしっかりでも渋谷も戻ります。ガードソン、あースティールだ、ベンドラメのスティール、走ってますよ。自分で行きました。いやー狙ってます。